あ、動画で。はい、お願いします。8000円。え、もっとした。1万5000円。そう、赤字だってそんなするんだっけ。ものによるよね。もっと高いのもある。5万とか6万とか7万とか8万とか。8万。これない？8万。あるあるある。8万。なんかこういうのが並んでるブースみたいのがあって、そこは誰も見てないわけ。個性的で私結構好きだと思うけど、値段見てからパッと遠くに行っちゃった。そこちょっと立ち止まる勇気なかなかないよね。私見ちゃってた。でそここうずっといるとさ、店員さんも どっちみたいな。これは知らずに見てんのか、もうそれが買う気満々かどっちかで。まず値段見てさ、動揺はしないどころね。まだ見続けてて、私だけどすごい動揺してた。え、でも一回ゼロ数えるよね。そう言って、あ、これは買いませんよ。買いませんよ、買いませんっていう感じ。確かにそういう場所、美術鑑賞的な気分で知らずに。ね、なんかね、なんとなくこういうのあるんだみたいな。でもなんかああいう高級のブランドとかは本当に値段が書いてないじゃん。あ、まあ確かに。あれどうすればいいんですか。絶対に聞くしかないんだよね、値段を。意地悪だよね。これをいただこうかしらの後しか教えてくれないでしょ、きっと。そうそうそう。値段が全く書いてないよって。ぶったまげちゃう。おじさん、大好きな。買えないのかな。シンパンジー。現金。現金シンパンジー。ユキ先生こと内藤ユキヒコ氏が多彩なゲストをお迎えしてお送りするユキ先生の元気が出る土曜日、ワイワイ地球人。え、これ。はい、よろしくお願いします。楽しい英語教室や英語のことわざなど、すぐ役立つ英会話のコーナーもあります。ユキ先生の元気が出る土曜日、ワイワイ地球人は毎月第1土曜日午前11時からの放送です。いや大丈夫だよ、結構オープニングあるから。そうそう、オープニング1分13秒あるから。あ、そうですね。クイズたくさんやりたい。あ、オッケー。テスト、じゃあちょっと早めに。大体いつも早めじゃないんだけど。ドリームキングダム、ポッサのポッサジャパン。ポッサジャパン。この番組は毎月第4金曜日午後6時から JR 武蔵小杉駅。もういい加減。普通っぽく感じる。普通っぽく感じるよね。この間サムの人たちに聞かせたら、え？今日はえ？ってなったから、あ、あ、よかったってことだよね。あ、よかった、そうだよね。よかったと、尖ってて。そう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 。だってなんかすごいさ、もう物足りなくない？物足りない、なんかもう物足りないでしょ、これ。とっくに物足りない。うん、だからなんかもう全然、これで寝れるぐらい。寝れない。これでほら、数えてたら寝れそうです。寝れない、寝れない。一人追いかけてると思う。嫌な夢見そう。確かに。じゃあ、まずは。はい、始まりました。ドリームキングダムホッサジャパン、11月25日第14回目の放送です。パーソナリティは、せーの、ホッサです。なんと今回4人いるっていう。すごいね、久しぶり。すごい。1年ぶりはないか。1年ぶりはないんじゃない。でも半年ぶりぐらいではあるかもしれない。半年ぶりだね。うん、誰かいていなかった。前回梅ちゃんが休みだった。そうそうそう、誰かいて誰かいないとかって。その前カナヤン休みで、うん、本当だ。だから結局この2人なんだと思うんだよね。その前カナヤンだから、え、6月以来。6月以来じゃない？6月以来ですよ。ねえ、元気してた？元気してた。元気してた。いやいや、お互いにはちょっとずつ会ってる。そうそうそう。で、この2人同士がここで会ってないっていうね。そうだね。うん、そうそうそう。だけどさ、ここで会わなくてもさ、意外に会ってる説もあるしね。いろんなとこで会ってる。そうなんでね。そうね。なんやかんや。なんか別にここで会わなくても、まあでもそれ良くないね。うんうんうん、ちゃんとここで揃ってないとね。知らねえよってことだからね。そう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 。何の、そうなんだよね。うんうん、誰の ラジオだみたいなことになってくるからね。そうです、うん、でももう11月だからね。もう12月、来週から12月、来週
来週、あ、そうだよね。11月なの、びっくり。私ね、自分家のカレンダーが10月だったの。うん、ショックだった。やばい、それはショックだね。やばいよね。うん、年末しちゃった。年末稼ぎ時じゃないの。そこはしっかりこうちゃんとカレンダー追いかけていかないと。なんか準備することが多すぎて。ああ、まあまあね。ふと気づいたら10月。うん。で普通にこう追ってたら、うん、あれ？なんか違う曜日側と思って。ついてるんで、10月ね。たまに確かあの2月3月とかだと下手したら曜日一緒なんだよね。うん、ね、そうするとめくり忘れて、ね、結構あるよね。へえ。そう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 。確かにそうなんだ。そうなんだよ。確かそうだったと思う。違ったかな。気にしたことなかった。うん、いやでもそのみんなどうなのかもしれないけど。どうなのかもしれないけど。どうなのかは知んないよ。みんなどうなのかもしれないけど。語彙力どうしちゃったの。語彙力やばいよ。私に言われてる。自分でね、うん。僕も本当に11月で仕事納めしたいタイプなんだよね。え、それは選んでいいんだったら何人かはそういう人がいるんじゃない。うん。うんうん、だからそいや違う、あの自分の活動、メインの活動としては。ん、音楽ってこと？そのそうそう音楽のね。うん、音楽のあの。自分が、うんうん、こうなんつうのパーマネントでしっかり入ってるバンドとかは、うん、できればね11月で終わらせたい願望あるんだよね。へ、12月ってでも結構盛り上がるし楽しい。盛り上がるし楽しいんだけどさ、うん、あのメジャーのさすごいアーティストたちとお客さんを取り合う作業になってくるじゃん。確かに、ね、なかなか。しかもあの皆さん来ていただける皆さんのさお財布事情も限られてるからさ、うん、大好きなメジャーアーティスト、あと応援したいアーティスト、これからのアーティスト全部見に行くの。ちょっと12月ってなんかチケット代も高い傾向にない？まあ、確かにそれはあるよね。だからなんか僕としては別にあの12月遊びたいからあの終わらせたいんじゃなくて、来てくれる人たちなんか申し訳ねえなと思って。あとね、今実質なんかその、あの何コロナ、うん、的な感じがまたふわっときてまして、うん、ちょっと集客厳しいよねみたいな話を結構アーティストさんとかしてますね。そうキャンセルが多かったりしてて、どうしようと思って。12月サポートはどんだけでもやるんだけどね。そうだから12月を買うとのサポートかもしれない。うん、ライブやる人は多いってことだよね。うん、多いんだよね。うんうんうん、それはいいことですよ、うん、いいことですよ。いいことですよ。ちょっと ね適当かっていうか適当か。確かになんかいつもより会場がでかいところに見に行く。うん、そう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 、みんな気合い入ってるんだな。そう気合入ってんだよね。感じもする。私も気合入ってます。気合入ってるよね。入ってます入ってます。12月何本あるんだっけ。でも本数的にはそんなに。2本はあるよね。2本はあるね。日本がまたさ近いんだよね。近いね。なんかね、そうなんですよ。嫌なんですよ。私忘れててもうリスケリスケで。ああなるほどね。でもどっちを忘れてたかは聞かない方がいいよね。そうだよね。一生懸命やってたら、うん、あやっとここ取れたと思ったら、うん、びっくりしちゃったよね。そうだね。ここダメだって思ってたとこじゃんって。そうでもしょうがないね。しょうがない、しょうがない、しょうがないですよ、ね、皆さん頼みますよ。本当にね、皆さん本当にお願いします。本当に、はい、とか言いながらいざイベントやるってなったらやっぱりみんなに来てほしいしね。うん、こればかりは仕方ないからね。でもなんかはしごとかさしてくれたりとかさ、まあ、なんていうの、仕事が忙しかったり。そうだね。本当一瞬だけ、うんうんうん、一瞬だけでも来てくれる人とかって12月結構多いイメージで、ね、うん、私結構そういうの感動しちゃう、ね、うん、だけどなんかこうさあのこっち側からするとやる側からするとさ、うん、あのセットリストこの流れでこういう風に作ったんだよっていうのをこうみんなに見てもらいたいじゃん。まあそうだけど、多分そうやってくる人ってそこまでもう結構熟知してる人、ね、あ熟知しちゃってるのか。結構もう何度も来てくれててプロたち、ね、応援する気持ちだよね。ライブを楽しむっていうよりかは、ね、すごい頑張ってるライブだから応援してあげたいなって気持ちで5分とか顔出すみたいな、うん、挨拶も全てステージの上からみたいな、うんうん、そうだね。バイバイも上からみたいな、うん、そうだね。あれは確かにね、うん、でも嬉しいです、うんうん、それでその後なんか別にね家帰ってなんかダラダラしてたら嫌だけど、うん、まあその可能性もしかしたらね。いやないと思ってるけど、そのなんか忙しい中で、うん、いやいやそりゃそうだ、忙しいは忙しいと思うよ。でも逆にさほらちょっとしか行けないのに、うん、悪いじゃんっていう考えの人もいるんだよ。ああなるほどね。でもそのどっちが正しいとも言いづらいよね。言いづらいし、うん、どっちが正解もないと思うけど、うん、私はそう嬉しい、その5分でも、うん、
そうそうそう、行く方もさ、ほら5分のためにさ、うん、例えば3000円とかさ払うのも、ね、そうそうそう、うん、嫌だと思うしっていう考えの方もいるし、うん、いろんな人がいらっしゃいますね。そうね、はい、うん、そうですよ、はい、私は少しでも来てほしいです、はい、だそうです是非、はい、ね、これを聞いてる人はね来てくださいちょっとね日程近いけどもみたいなやつだよね。そうですね、来ていただけたら嬉しいですね。ちょっとね、その時はこの曲もやるんだろうなっていう、うん、ね、やつなんでね、うん、あのちょっとね、伊豆のやつをね、これ最近あんま聞いてないなと思ったから、ちょっと久しぶりに聞きたいなと思ってね、うん、何ですか。そう、ちょっとね、伊豆のソロ曲から大切なことでいいんでね。ああ、そうだよね、全然違うとこもいて、あ、大切なことね。そう、大切なことをちょっとね、はい、なかなかこう家とかでもあんま聞かない。どっちかというと多分ね、うん、あのいつが生で演奏してる方が多分聞いてると思う、うんうん、ああ、家族とか、そう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 、うん、だからちょっと最近あの配信、うん、あのレコチョクとかさ、うんうん、ああいうので買えるみたいなやつ始めたのよ、うん、あ、これ入ってんだ。そうそう、ああ、いいじゃん。で、歌詞をさ、最近入れてさ、うん、間違ってんの。いや、間違えてる。間違えそうになったけど、頑張って入れたよ。あるんだよね、なんかこう、最近さ、そういうあの配信系とかってさ、歌詞出たりとか終えたりするじゃん、うんうんうん、あれ結構違ったりとかもたまにあるみたいね、あとタイミングが超難しいなと思った、ね、あ、え、タイミングってこっち決めるの。決めるの。え、向こうでやってもらうんじゃないの。違うの、決めるの。そうなんだ。そうなんだよ、しかもその何文字までってあるからさ、いつも区切んないとことかで区切ったりすると、あ、なるほど、ちょっと忙しいよみたいなとこがあったりとか。じゃあちょっと今回はね、その歌詞は出ないけど、うん、ちょっとぜひ皆さんに聞いていただければと思います。はい、お願いします。伊豆で大切なことです。これめっちゃ久しぶりに聞くんだよね、そもそもは、うん、私今日めっちゃ聞いてきた。今日は、そっかそっかそっか、今日そうだもんね、昨日今日聞いてきた。最近防音室が完成しつつあるんで。いや、これ動画撮ってる。動画撮ってる。あ、動画をご覧の皆さん、はい、いていて、はい、いていて、皆さん、せーの、ホッサでーす。俺カウントダウン TV をご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれだね、動画を撮っていただいてと。どういう感じなのか分かる。モニターがないからちょっと、あ、そうだね、うん、どういう風に映ってるの、ちょっと不安だったりする。そうだね、まあまあでもいいんじゃないの、ね、うん、いいんだよ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 、楽しくしてればいいんだよ。そう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 。でもね、伊豆の CD は意外に聞くは聞くんだけど、僕ディアしか聞かないんだよ。あ、ディアね、ディア今聞くとさ、今日ディアも聞いてきたんだけど、うん、高いなと思って。てかこの声がもうさ、私この間 PA の方に言われたんだけど、うん、知り合いの長井くん、知り合いとね、うん、この声はもう今出てないね、あのこの声質が違うって言われた。そうなの。歌い方が全然違うって言われた。私もそう思うし、歌い方の問題、歌い方の問題と、あと声質の問題と癖がもっとあると思う。だから何回もこう聞いて戻りたいなと思ったり。お酒やめてみるとかね。いやでもなんかやっぱここなん、お酒飲んでないよって。飲んでないんだっけ。最近全然飲んでない。そうそう、飲めなくて。まあでも喋んないっていうのが一番。ああね、なんかそれ聞くよね、届負担、うん、あとね、笑わないで。なんか、あとお茶飲まないってのも聞いたことある。あ、油を流さない。それでウーロン茶でしょ。あ、それ以外だといいの。え、ウーロン茶、紅茶とかいいんだよね。あ、そうなの。でもその人それぞれなのかな、分かんないけど。でも絶対ダメっていうのは多分爆笑。なんかでもちょっとイメージあるもんね、爆笑してるイメージあるもん。あと多分なんかよく言われたのが、なんか溜めた空気で喋りなさいってよく先生に言われてた、うん、こうちょっと何言ってるか全然分かんないぞ。何も考えないでわーわーって喋るじゃん、うん、そうじゃなくてこう、こんにちはみたいな。ああ、なるほどね。そうそう、ちゃんとこう、ちゃんと吸った分だけ、吸った分だけでこう話した方が負担がないよみたいな。なんかその、今、はい、
地球上だから肺には必ず空気があるけど、それを振り絞って喋るのは良くないってことだよね。そうそうそう、吸った分を喋って、吸った分を喋ってる、ね、そうそう、吸って喋るの、うん、それは、うん、どういう意味で言ったのかもしれない、ね、バタバタ喋る、落ち着いてって意味だったかもしれないし、わかんないけど、そもそもだったらタバコとかさ、そうだね、うん、と思っちゃうよね。まあ、どうなんだろうね、僕はまあ、あのタバコは空気清浄機みたいなもんだと思ってるから、やっぱ東京の空気が悪いからね。タバコが空気清浄機とは。いやフィルター通してるじゃん。ね、いい空気を吸って。そう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 、フィルター通して吸うからやっぱり。なぜか先っぽ燃えてる。そうそう、たまたまね。とは。とは。じゃあちょっとそろそろフィルター通してもらって、ちょっと喋り出しましょう。はい、聞いていただきました、うん、大切なこと、うん、こっからね、一番盛り上がるところで喋り出すっていうね、うん、これやりたくない？12月とか、そうね、次の放送の時にこれは結構生でここで、うん、ね、前のさ、あのスタンドバイミーのやつ、うんうん、結構良かったもんね、探り探りな感じの表情はしてるんだけど、面白かったよ、うん、で僕カホン持ってくればいいんでね。うんうんうん。うん、で梅沢さん。梅沢さんあれでしょ。ゲームでしょ。あのちっこり。うん。でカネヤンは。カネヤンどうしようね。ベース持ってきますよ別に。一旦ね。うん、ベースも別にあのあれなんじゃないの。鳴らせれるんじゃないの。でも繋がなくてもダメなの。いやあれ音鳴らんでしょ。あ。うん。ペチペチペチって、ね、あそうペチペチなんだよね、まあ、じゃあその辺はちょっと考えてそうだね、はい、最悪まあコーラス、ね、最悪コーラスティーリティーリティーリ、ね、ベースの内容、まあ、そのナイスのボイスの、ね、ベースボイスで、ね、あーあーなるほどね、うん、あいいじゃん、なんでリハとかでもみんなやるのに思わない？リハとかだとさ、ほらここてんてててんだよみたいな、ああ言う言う言う簡単に言うでしょ、そうそう言う言う言うだったらいいんですけど、そうそうそう、けど確かにそれ言うね、改めて言うとちょっとはずい、はずいそうだね、そうそうマイクに向かって言うのはずいよね、あ確かにね、確かにね、でもないけどね、そうそうそう、いやいやいや、それはさマイクに向かって言ってる人だからだよ、私、うん、ああ普段、まあね、そうそうそう、マイクなんかないんだから普段、まあ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 、そうそうそう、そうね、ね、じゃあ今日はちょっとおさテストたっぷりやろうってことで、そろそろじゃあ次のだって集会、ね、じゃないよ、次の放送が一応集計になってるので、でまあ3人集まったね、そうだね、3人とかまあ4人なんだけど回答者は3人ね、じゃあ行きましょう、おさテストのコーナーです、うはいはい、ホッサホッサテストとは、ホッサテストとは、とは、とは、そうだね、どういうものですか、あのホッサ愛、ホッサ愛を確かめるテストだよね、うん、そうですそうです、ホッサの今までのことをどれぐらいみんなが覚えてる、もう覚えてるか、だからちょっと介護に近い感じもあるけど、うん、そうですね、ただ私は毎回毎回結構涙をするので、そうだ、ね、今回ちょっと特別編ということで、うん、まあ前回も特別編だったけど、そうだね、前回面白かったよ、うん、何？毎回つまなかった？いやいやいや、違う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 、ひねくれてるからね、すげえ怖え、すげえ怖え、ひねくれますとも、そりゃマスとも、ね、まあ、一応なんか過去 の、 あの成績を発表させていただきますと、うん、発表してください、はい、梅ちゃんが5ポイントですね、かなやも5ポイント、おで、やすがダントツの11ポイント、え、何が起きたの？次の放送で集計ですからね、追いつけねえ、はい、それで集計して、まあ、発作が足りないぞという方にはホッサイを深めてもらうような、うん、まあ、罰ゲームというか罰、そうだね、罰というか罰じゃないよね、チャンスだよね、チャンス、うん、そう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 、すごいチャンスをあげようっていう、まあね、ピンチはチャンスみたいなとこあるからね、うん、ということでね、お金だ、お金だ、はい、私に詳しくなってもらおうかなというか、あーね、ちょっとね、メンヘラ感出てる、これでメンヘラだったらもう本当にね、本当にね、みんなのせいだよね、そうだね、だからもしかしたら今日、うん、イズをメンヘラにしてしまう可能性があるってことだよね、大丈夫だよ、大丈夫だよ、ね、はい、では行きたいと思います、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、どうぞ、はい、準備大丈夫だ、これすごい普通に自分のことでいい、うん、音楽とか全然関係ない、うん、あ、いいよいいよ、はい、では私兄がいて、
男物の漫画よく読んだんですよね。お兄ちゃんの部屋に行くと漫画が結構あって、そういろいろ読んだんですけど、その中でも一番好きなやつ、すげえむずくない？むずい？だってこれ多分会話として出てねえんじゃないかな。そうですよね。でもほらいろいろ想定して、うん、そうだよね、うん、いわゆる男物。男物。じゃあヒントいっぱいあげる、うん、スラムダンクじゃないよ。スラムダンクじゃない。そうだったからちょっと弾いてくる。あ、なるほどね。そうそうそう、むずいな、うん、一瞬考えてくる。確かになんかね、似てる系統というかね、そういうなんか青春系だね。青春系、青春系。私の中では恋愛もあったり喧嘩もあったり。男物の漫画なんかいろいろあったり。ああ、まあ大ヒントだと学校ものっていうの。なるほど。いや僕もね、学校ものが今いくつか出てるんだけど、うん、そう、多分どれだろうな。じゃあもう一個のヒントは、兄は私の2つ上ですね。2つ上ってことは年代がちょっと、そうだね、確かに、すぎませんか、うん、いやいや、そうだね。だからかなやんとかからしたら結構あれかもしれないね、10個上ぐらいのイメージかもしれないね、うん。じゃあなんかヒントを出して、あ、質問していい？スポーツものですか？スポーツものもちょぴんと入ってくんだよね。最終的にみたいな。あ、これ言ったら商品とかも。最終のががもう終わってる漫画なんですけど、最終の場面がみたいな。スポーツ、で終わり方がまたさらに好き。終わり方？やばい、全然結局分かんなくなっちゃった。なんかもう喧嘩漫画しか出てないもん。喧嘩漫画？例えば、うん、例えばあのエンジェル伝説とかさ。どんな伝説？知らないのか。どんな伝説？分かんないです。ロックダッシュブルースみたいな。あ、そうそう、ロックダッシュブルースと、ね、いいね、あとあれとかボーイとかね、はい。じゃあ早くもう分かんないわ、分かんない。はい、このテストはね、一応私に LINE で送ってくれる。少年物なのか。いや、全然、結果、結果わかんないね。あ、まあ、はい、いや、本当にわかんないわ。梅ちゃんとかね、そうやってやるからね。やつは余裕かもしれないけど。いやいやいや、私はね、いや、僕は別にそういうさ、あの、余裕だからさ、手を抜こうとかするんじゃないか。まあまあまあね、余裕がない人たちが手抜いちゃいそうな。かわいいな。だって、梅さん、まあいいやって言ったからね。いや、これわかんない、マジで。ちょっとわかんない。これすげえむずい。え、本当にそんなむずい？多分ね、うん、僕…じゃあ3択にしてあげよっか。そっちの方がいいかもしれない。1、ぶっこみのタク、うん、2、ろくでなしブルース、うん、3、湘南純愛組。はい、どれでしょう、うん。全部知らないんですけど。え、じゃあもう…え、知らないよ、さっきロクブルって言ってた。ロクブル、あの、題名だけ。はい、5、4、3、1、0、ブー。じゃあ送った、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 送ったよ。あ、来た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 。すごい、全員正解です。うそー、ブッブー。湘南、湘南、湘南って、打つ時間かな。湘南、湘南、湘南って同じ感じに来てる。湘南純愛組はね、2位なの、私。あ、そうなんだ。1位はね、ろくでなしブルースなの。うわー、めっちゃ出てたな。そっち送るべきだって、多分さっきドキーってしてたから、ドキーってしたんだよ。大好き、私。だってスポーツ入ってない？ボクシングが。ああ、湘南純愛組ってスポーツ要素あったっけな。いや、なんかね、ちょっとそんなにすっごいうろ覚えなんだよね。でも私もうろ覚えすごい、うん、だけど好き、うんうん、次、はい、次行こう、はい、次の問題です。でもこんなようなの来るよ、まだ、うん、頑張ろう、ね、ヒントください、うん、はい。小学校の時に通ってた習い事、私たくさんやってて、ね、習字、ピアノ、水泳、あと塾、バスケ、機械体操、あと吹奏楽のユーフォニウムっていう金管楽器をやってたんですよね。だけど他にどうしても行きたくてお願いしてたのに通わせていただけなかった。これも3択にしてよ。本当に3択で、うん、めっちゃ習い事出てきて。そうそう、だってそこじゃないんでしょ。そこじゃない。じゃあ例えばみんな習い事なんかしてたら、ここ今出てないもので。僕剣道やってました。あ、剣道かっこいい、似合う。何？僕はピアノとバドミントンだったね。あ、バドミントンは出てない、うん、ピアノは入ってる。俺水泳ぐらいかな。水泳入ってましたね。あ、水泳もやったわ。ってこと剣道ぐらいしかないってことだね。うん、じゃあ剣道、あ、剣道、バドミントン、まあ、野球もやってましたよ。あ、野球は支援できないですね。じゃあ球技、球技、球技ではないってことですね。球技ではないの。どうかな。
じゃあ9期でまとめよう。9期、9期ね、うん、かなんだ料理、料理か、料理、うん、9期か料理英語、うん、さあどれでしょう。あ、3択、うん、5、4、1、0。はい、タイマー。早い早い。もうでもみんな変化もできる。五時になりそうだね。5時になりそうだよ。お、正解者いますね。お。かなやんとやすくん正解です。お、やった。みよみよみよ。おめちゃん、料理じゃないんだよ。いやなんかな。うん、英語、英語、英語に行きたかったの、うん、英語、英語はね、クリスマス会とかやってね、シールとかもらえてね、でも本当に英語がやりたかったの、うんうん、いやなんかこの、このさ、クイズさ、ちょっとイズをいかにこう想像するかというかさ、うん、確かにね、うんうん、ね、昔のイズだったし、そう、でも私結構お話しするの好きだから、もしかしたら言ってるんじゃないかな、うん、ワンちゃん、言ってない、いや、言ってないと思う、これは聞いてないよ、うん、僕もあの英語習ってたんで、実は。え、言ってんじゃんがよ。そうだから多分そういう話があったら伸ばしてた、確かに、いつからいつまで、小、あ、幼稚園から小1ぐらい、すごい、小5くらいまでやってた、幼稚園から英才教育じゃん、かわいい、アポーじゃん、でも全然覚えてないですよ、終わった、はい、次行こう、次行こう、はい、行きます。今サッカーやってますよね。サッカーやってます、はい、今までサッカー結構ハマったんですけど、一番好きになった選手は誰でしょう。2名いるんで、これね簡単だと思う。2名いるんで、どっちでもいいよ。サッカー選手わかんないですけど。本当？それはもうじゃあもう。じゃ回答権何回とかにしてくださいじゃあ。2名いるんで。2名いるんだったらじゃあ2回ずつ。あ、じゃあ2つ送っていいのね。はい、送っていい。ただ急いで。あ、はい、急いでください。はい。いやもう一番有名なのか送っちゃう。めちゃめちゃみんな送ってくれる。おお。めっちゃ有名な、有名なとこ送るしかない、わかんないな、かっこいいね、この人、あ、いいね、あ、そうね、外国の方結構入れてくれるんだね、うん、日本人、ごめん、日本の人だったわ、あー、そうなんだ、なるほど、ちょっともう一回送ってもいい、皆さん、ベッカムって入れてくれるけど、ベッカムかっこいいよね、なるほどね、え、日本皆さんに関してはもう両方海外の方だ、ごめんなさい、日本の選手ですね。で、歴代で、あ、日本代表の選手で、ハマった選手。はい。あ、グリさえすればなんとかなる。あ、忘れてた、この人。やべ。いいよね。そうね、はい、もう3。ダメだ、戻らん。え、梅ちゃんやばいじゃん。結構リーチ気味だよ。リーチ気味だよ。リーチ気味だよ。あ、いいね。梅ちゃん、柳沢って。うん、柳沢選手、かっこいいね。かっこいい。そう、奥の地元だね、かっこいいですよね、イケメンという、ね、学校の先輩です、うん、学校の先輩、ね、あ、そっかそっか、あ、そっかそっかそっか、そうだね、でもちょっと正解いや好きなんですけどね、柳沢選手と宮本選手とかイケメンって感じでね、うん、違いますの、ごめんなさい、正解者がちょっとどうかしら、いないのよマジか、いないのよ、私小野選手と、ああ、あと内田篤人さん、ああ、いやなんかね、ちょっと僕イケメンとちょっと狙ったやつを送ったけど、違ったっぽい。いや宮本選手も好き。うん、ね、かっこいいね。大好き大好き。やっぱスポーツする選手とか一生懸命の選手はね、素晴らしいよ、ね。うん、まあ、全員かっこいいですね。スポーツめちゃめちゃ泣きますからね。そうなんだ。うん、泣ける。勝手に解釈してすごい泣いちゃう。スポーツ見てるとさ、もうすごい疲れちゃうんだよね。なんか力が入っちゃって、わかるわかる。ああみたいな、なんか筋肉痛になったことある。ビデオ撮って何回同じシーン見ても泣いちゃう。わかりやすいんだ。大丈夫。何回も何回も巻き戻して、わかってんだけど泣いちゃう。え、そのシーンだけで泣けるの？え、泣けるの、え、泣けるのよ。もう一回巻き戻してみると、また知らない自分になっちゃった。で、ドキドキさせてくれるのよ。私、バレーボール好きだったからさ。あ、なんかバレーボールはさっき僕送りそうになった。あ、本当？そう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 。それで、私、もう同じシーンでずっと泣ける人なの。いやー、まあ今日はちょっとそろそろお時間だからね、発作テスト以上になっちゃいますけども次ちょっと頑張らないと、梅ちゃんちょっとね、やばいぞ、やばいわ、これもうヤス抜けだねかな、うん、そっちの方が面白いかな、ヤス抜けだわ、これ、まあ、最終問題10点とか、やめな、やめな、やめな。じゃあ、ヤス一緒にちょっと5問ずつ、あ、2問ずつぐらい考えて、私のほら、偏りが多分良くなるかもしれないから、うん、うん、っていうことにしましょうか。オッケー、
です、はい、じゃあちょっとサクッと伊豆の告知だけ聞いとこうか、うん、ありがとうございます。すいません、先ほどからちょっと言いたかったですね、うん、今日この後ライブなんですね。そうなんだね、はい、そう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 、だから僕心配で仕方なかった。初めてのちょっとお店なんで、ラックアップという藤ヶ丘という藤ヶ丘っていうところにあるらしいんですけど、まずちょっと場所を初めて行くんで把握できてないんですけど、そちらでライブということで、一般のお客様も入れるということで、はい、でもね、遅いの、10時とかなの、10時半とかなんですけど、歌います。そして12月の17日、ドリームキングダムの方のライブにも出演させていただきます、うん、はい、はい、あと12月の20日ですね、これ12周年やります、うん、サムズアップ、横浜駅のサムズアップでやります。ぜひ皆さん、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、遊びに来てください、もう最後ごめんなさいね、駆け足だったけど、はい、今回のパーソナリティはせーの、ホッサでした。また来月、はい、やべやべ、すげえ27秒いや、なんかこんなに長く歌ってるなって思って、そうやべえやべえやべえってずっと思ってたんだから疲れ様です。ごめんなさい、ギリギリになっちゃいました。すいません。ありがとうございます。